ロシア軍兵士の投降が相次ぐ。本日までのロシア軍の損害は動画の最後に掲載しています。明日にはロシア兵の損失が30万人を超す見込みです。ウクライナメディアによると、ウクライナ軍報道官は29日、ロシア軍が攻勢を続けるウクライナ東部アウディーウカでロシア軍兵士の投降が相次いでいると明らかにした。ウクライナ軍では、私は行きたいという情報戦を展開しており、ウクライナ側に投降すれば身の安全を保障し、武器を提供すればそれに応じた報奨金も与えられます。報道官は、ロシア軍の司令官は威圧や暴力で兵士を無理やり戦わせていると指摘しました。アウディーウカでは、ロシア軍が犠牲を厭わない攻撃を展開し、今月10日以降だけで推計で5000人を超す死傷者が出ています。ロシア軍では戦闘を拒否する兵士が続出し、報道官は前日だけで約10人のロシア兵が投降したと述べた。戦況を知らされないまま戦場に送り込まれているロシア軍兵士が多数いる模様です。ロシア軍は多民族国家のため、出身地による生活水準の差や考え方の違いもあるため、命令に従わない兵士を掘った穴に落とし、数日間食事を与えなかったり、木に縛り付けたり、アウディーウカなどでは命令に従わない兵士を処刑しているという情報も出てきています。ロシア軍兵士たちは適切な装備や物資を与えられず、士気が低下している上に、犠牲者が多数出ても同じ場所にただ突撃させるということも起きている模様です。また囚人たちをリクルートしたことで、その囚人たちがロシア警察出身の兵士を殺害するということも起きています。また戦死したロシア兵の遺族に送るという名目で、給料のピンハネも上官たちで行われている模様です。クレムリンに敗北を、ウクライナに栄光を、この戦争にウクライナ軍が勝利して一日も早く平和な日々が訪れることをお祈りいたします。またウクライナ軍が勝利した暁には、日本に北方四島が返還されることを希望します。本日までのロシア軍の損害、人員約299,942,860人、戦車5190台、重軍ユニット、装甲戦闘車両9775台、17ユニット、砲兵システム7202機、14ユニット、 MLRS834機、0ユニット、防空システム559機、1ユニット、航空機321機、1ユニット、ヘリコプター324機、0ユニット、作戦戦術レベルの UAV5419機20、巡航ミサイル1544機、0。